والله الله مرحبا وابواب قناوة مرحبا سيدير ميمونة مرحبا يا دوي حلي يا مرحبا العارة ميمون これはちゃんとつなぐ、ちゃんとつなぐってことね。ニコンなら、絶対アウト、絶対アウト。今、撮ってます。撮ってます、撮ってます。こういうのもあかんねやろね。ロゴが入ったら。いや、そんなは多分大丈夫と思う。いや、それは、それは大丈夫。それは大丈夫、大丈夫。全く関係ない。NHK ぐらいです、それ。あかんな。風俗場です。なんでやろ、なんでやろ。カオスさんが。音楽上です。いや、違う。それリアルすぎます。違う、ね、チョコマお姉さんですわ。福原で2万5000ぐらいです。チョコマお姉さん、やめろ。YouTube 出てますんで、YouTube 最後のチャンネルね。チョコマコと申します。あのリンク貼っときますわ、チャンネル登録もありがとうございます。釣りがメインですね。釣りがメインです。でカオスさんはあのミクシーのカオスっていう名前でね。ミクシーがメインです。ミクシーがメインけど、はい、でも実は食べログね、食べログやられてますよね。食べログ。はいはい。そんな怖い顔するんですよ。いやいやいや。緊張せんの、緊張せんの。あのね、ケンボさん、ケンボさんはね、もういきもご存知かと思いますけども。ケンボ師匠。ケンボ師匠。カオスさんの弟子のケンボです。うどんのやつ、キーモちゃんです。よろしくお願いします。大胸筋がすごいね。何気に。ほんま。何気に。パパリンさん。ほんま、ほんま、すごい、すげえ。パパリンさん。ね、もういろんなね、ところで、もう活躍されてますよ。メディアでね。本当に。あの、阪神電車の公式のね。私、通りすがりにここ、たまたま、家に釣られてやってます。よう、今さ、もう家ですけどね。健保亭ですわ。健保さん亭でやってます。パパリンさんもね、YouTube されてますもんね。東です。東田だってもあのね動画のアップロード用まあまあ、ちょっとそんな感じでやられてる。東田区のカリスマです。カリスマです、確かに、もう間違いない。まだ、だね師匠、東田です。おいおいおい、東田です。パパリンさん、有名な方ですよ。よう言いますね。いや、ほんまですよ。ね、ブロガーでもありの、本当に有名な方ですからね。ここはこれ、恵比寿ビールを飲んでます。これ、カオスさんにいただきました。顔が恵比寿やからの温度計みたいな感じで、ありがとうね。恵比寿顔かな。うまいよ。言うから、あのスポンっていうもなんか、あ、なんとかって入れますよ。カオさん、ある美発泡やつ。カオさん、美発泡、美発泡。やっぱどうも多分。僕も偉そうなことは知らないから。こんなもんでいきます。ありがとうございます。ケンボさんは、ほんのちょっとです。ほんのちょっとすごい、香りいいね。ケンボさんほんのちょっと。もういいっす。いけるくせに何でも。酔ったらええと思うんだ。乾杯、乾杯。あ、まあまあ、大事。飲みましょう、飲みましょう。では、では、では。お疲れ様です。全くお酒は飲みはらない。新しい世界が広がる。新しい世界広がる。香りがいいね。開けるかもしれない。ドア。酒飲んで。あれ、あれ。あ、それはわかんない。鼻つまんで。僕には分からへんから。鼻つまんで寝ちゃうんですよ。そこまで、あの、発酵までいかないですけど、酸味がめっちゃきて、フルーティーとめっちゃわかりましたね、これ。飲まない方がしゃべるんですよ。わかんないです、このお酒。いやいやいや、ごっついですよ。ごっついですよ。あ、もう全部飲んでくださいね。僕はもういい。ダウンしてしまう。この山田錦でも、その、兵庫県の徳永地区って言ったら、ウィキとか横川とか、サンとか、あの辺りなんですけど。まあ、詳しい。そこが取れる山田錦っていうのを、ついに、どこの有名な蔵でも使う。少し喉が出るほど。あ、そういうのですか。もう一枚米なんで。得意ですね。それをどんだけ削っと。それを4割。すごいな。わかるんですか、カオスさん。いやいや、削るほど雑味がなくなって。まあまあ、そういうことか。4割削ってたらかなり削ってるってことだよね。で、一応これ大吟醸と呼べるのは、精米 50% 以下なんですよ。それでも、もう4割まで削るたら相当な。それで、中取り。中取りっていうのはこう、要は名前の通り中、真ん中取るんですよ。はい、でっかいタンクの真ん中。あ、の部分を取るっていうこと、うん、要はどうしても酒のタンク作ると、下に沈殿するんですよ、うん、はいはい。で、旨味、ほんで上は薄い。その真ん中が一番バランスが取れて、あ、一番いいとこ取ってるってこと。中取りって言ったら。なるほど。贅沢の極みみたいな。なんか贅沢極めてますわ、これ。さすがに正月のお酒ですわ、ね。ちなみに、そこに泊まっ
たまった泥ソースみたいなのはもう再利用しないソースでいうところの。いつもああいう、いやいや、よう言うあの、ゆうまいね。あーうわぁ、うん、熱いさ、熱い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 、それは熱いよ。何してんだ。軽く軽くいってるやん、ちょっとシミが広がってる。ほんまですか。ちょっと恥ずかしい。何それ、我慢汁。若い、若いなぁ。ケンポちゃんはちょっと座るもの。それ座ったらええやん。ホームパーティーで何回もしてるんですよ。僕何十回してるんですけど、うん、いつもここ座れって言われるんですけど、やっぱここは。なんで、うん、でも、うん、メンツで言ったらもう今日がもう最強すぎますね。話の内容の濃さがエグすぎた。一番濃いって。いや俺放送コードをこれ超えることはもっと言うよ。いやそれは俺も予想しとったけどな。ねなんかね、そういうのはね。でもやっぱり僕ちょっとまだ今日はおとなしいかなってことは。そうやね、まだ今のとこはね、女性2人あるからさ、うん、そっか。だってもうあれカオスさんがいるこの空間っていうのが、YouTube 見慣れてる人はコンプラ、コンプラとか、うん、あの、うん、ブログとかインスタ見てる人はコンプラに守られた、うん、何のフィルターまみれのしょうもないとこしか見てないんです、うん、こことここはもうあの若干のカニをほどする。これほどほどする。どんな何してんの、その怪しいな、この2人。怪しい2人。怪しい2人。もうあれですか。わかりました。これとそれを何かしました。もう何かしたいね。オッケー。ちょっとほじほじしますわ。ほじほじするか、もう何これスーッと取れるやん。ケンボさんあのほじほじするところなくて普通に綺麗に取れたんやけど、どうしたんですかこの場合は。ちょっとこれはあの それじゃないですね。ほじほじ。あ違うわ。わかりましたよ。これなんですよ。でもいいんですよ。これちょっと取れたんだ。これちょっと食べてみよう。食べてみよう。あれこれ切れ目ね、ええな。切れ目。おいしい。もうほぼだしな。センター入ってます。ほぼあのそれをパチモン抜かりやる。ああ、ごめん。パチモンとかないですか。これをね、ちょっと酒飲みはこれらしいですわ。うん、これね、これをほじほじしますよ。ね、これちょっとほじほじして。ちょっと待って。これほじほじするんですよ。これなかなかあれやで、取れるかな。技術いりますけどね、これでも。あ、こうやってやね。そう、カニ食べたらね、静かになります。あ、こいつほじほじ。これ山田屋さんのその前哨こっちでもやってる。はい、あれ内緒、ほんまやで。ちょっと待って、ほじほじしてさ、これだけしか取れへんか。とりあえずこれだけでもいただきますわ。はい、どうですか。これ一番おいしいとこやね。うん、美味しいとこ。身は少ないかもしれんけど。あれ、うん、派手しがんでる。カオさん、仲良くまっせ。なんて派手しがんでる。派手しがんでる。どうしよう。取り返しのつかんとしてもた。うまいね。私、めんどくさいんだわ、これ。ほら、めんどくさい言うてんわ。待たされたけど。カード全部さ。あのカニって本当ほじほじして後でしがんだ後の酒ってもうご褒美でしかないんですよね。これね、うん、僕の食べ方言うてもうこのまましがむんですよ。ガサッと。まさかの。これまさかの。これほんまこれめんどくさい。これうぜうわ。ああ。でもそれ正解。これがいい。豪快すぎる。動画上汚いかもしれんけどこれ。俺が、うん、教えてもらった食べ方、それ。すげえ。手っ取り早い。今後ね、やっぱりどう思えたらいいのかな。やっぱり、自分が食べて飲みに行っても楽しいとか美味しいとかいうお店を皆さんにどんどん紹介していきたいなというふうに思ってますわね。うん。まあ、それ、コンセプト的には今までと本当に変わらないです。そのクオリティをずっと上げていくんですよね。そうですね。変わらないですね。全くもうそのままでいきたいですね。なるほど。はい。あんまり変わらないですね、僕は。だから